旅順要塞のロシア軍は1905年1月1日に降伏した。5日にはノギと旅順要塞司令官ステッセルによる水死鋭の会見が行われ、半年以上を費やした第3軍の旅順要塞攻略にピリオドが打たれた。その月の22日、ロシアの首都ペテルブルグでガポン神父が先導する大規模なデモ行動が起こった。その制圧に派遣されたコサック兵が皇帝に対して請願要求を訴える労働者に向けて発砲、死者数百人を数える大事件に発展した。ロシア革命の序曲、血の日曜日事件である。これを彼で演出していたのが日本陸軍大佐明石元次郎だった。日露戦争開戦時における日本とロシアの国力を純粋に比較すれば、ロシアの力は多くの面で日本をしのいでいた。正面からぶつかり合えば日本が勝利を得ることは難しい。故に攪乱は必須であるとの認識は日本軍が早い段階から抱いていたものである。その情報戦を取り仕切ったのが明石であった。坂の上の雲を呼んで大長砲にて、それまで描かれていた戦闘場面とは打って変わって、明石のスケールの大きい欧州での諜報活動が描かれていることにひどく驚いた人も多いことであろう。明石は当時のロシア国内に後のロシア革命を引き起こす多くの不満分子が存在していることに着目。昔からそうであるが、当時ロシアというのは周辺国と非常に大きな多くの軋轢があった。特に緩衝地帯のようなところでは非常に多くの反ロシア運動というのがあるわけである。そういった反ロシア運動を支援するということで、日本が満州の方でロシア軍と戦っている時に、遥か向こう何千キロも後ろの東欧や敵の遥か後ろの方の北欧などで反ロシア活動、工作活動をやっていたということなのである。明石は様々な情報に触れることで、超大国である帝政ロシアの内部では腐敗した専制に苦しむ農奴や労働者らの不満が頂点に達し、革命前夜のごとき状況にあることを正確に把握していた。次長、落下流水では次のように帝政ロシアの歴史や社会を多角的に分析している。政府の腐敗は著しいものがあり、国家主義は揺らいでいる。既支配地域の国民はもちろん、ロシア人の個人たちもそれぞれが誰かを敵視し、争いが絶えない。官民による厳しい税金の取り立てとその腐敗ぶりは世の中によく知れ渡っている。社会主義がロシアの国土を覆うのは時間の問題。このまま抑圧主義を続ければいつしか崩壊を招くのは必至。明石があまりにも過酷なロシアの専制政治に人間として怒りを覚え、正義感に燃えていたことがうかがえる。明石は陸軍の長老山形有朋の決断によって渡された100万円、現在の貨幣価値で数百億円規模を持ってロシアに潜入し、そうした革命家たちを物心両面で積極支援した。実際、日露戦争中、ロシア国内ではプレーベ内務大臣の暗殺や先の地の日曜日事件、また戦艦ポチョムキン号の水平反乱といった事件が頻発。この騒乱は新聞を通じて世界中に知られることになり、帝政ロシアの権威を失墜させるに十分な効果があった。特に地の日曜日事件を契機に、反抗グループに先導された労働者や兵士間に革命運動が活発化していく。明石の活動は実を結び、反政府運動は激化の一途をたどり、やがてロシア革命へと燃え広がっていったのである。ロシアがこうした国内事情を無視できなくなって、日露講和交渉のテーブルについたというのは一つの歴史的事実である。デモやストライキ、それから鉄道破壊工作など、当時の帝政ロシアは、ロシア軍は日本と戦うために、朝鮮半島やモンゴル、満州の方などに軍をたくさん送り込みたかった。しかし、モスクワに近い方のヨーロッパ周辺で、かなりの反体制運動が起こったことで、そちらに軍を全部持っていくことができなくなり、ロシア軍に対するかなりの邪魔になったというわけだ。そういった意味でご存知の通り、結局これが日露戦争における日本の勝利につながったということなのである。日露戦争中の明石の活躍ぶりは欧州各国の高官たちに広く知られるところとなり、ドイツでも明石は危険人物としてマークされ、ドイツ皇帝のヴィルヘルム2世は明石に厳重な監視をつけて動きを封じた。そして明石一人で満州の日本軍20万人に匹敵するという発言をしたとも伝えられている。長岡雷士という参謀次長も、明石の活躍は陸軍10個師団に相当するというふうに述べている。そんな明石のロシア分析を最も助けたのは、攪乱工作の最大の同志となったフィンランド過激反抗党の党首にして指導者コンニシリアクスだった。明石とシリアクスは互いに影響を与え合い、抱き合うほどの仲となって協力関係を築いたという。この二人の別れは唐突であった。参謀本部から明石に貴重の伝聞が届いたのだ。明石はストックホルムのホテルにシリアクスを呼んだ。シリアクス、今朝本国から伝聞が届いた。私は日本に帰らねばならない。明石、どうしても日本に戻るのか。このまま残って我々と一緒に戦わないか。シリアクスは明石の手を強く握り、真剣な眼差しで懇願した。シリアクス、君の気持ちは痛いほどよくわかる。この一番大事な時に私だけが欧州を離れることは誠に忍びない。だが分かってほしい。日本の軍人は天皇陛下に生涯忠誠を誓っている。だから私は社会主義者にはなれない。任務は終わったのだよ。これからは君たちの力で
立派に社会主義運動を成し遂げてほしい。私は日本からそれを見守っている。この欧州で同志たちとあの巨大な帝政ロシアと戦ったことは生涯忘れることはない。シリアクス、親友である君のことも。シリアクスもその涙で明石の心中を察した。そして二人はワインで乾杯して別れたという。スパイという緊張感のある任務についていた明石、しかし実は私生活ではこんな人物に本当にスパイが務まるのかという感じがあった。陸軍幼年学校の服装の乱れはすでに伝説になっていて、汚れの明石とはこの頃からのあだ名である。ほとんど歯を磨く習慣がなく、陸軍士官学校時代は制服のズボンがなるく、へそを出しながらズボンの裾を引きずって歩いていたという。大事をなす者にとってそのようなことは取るに足らないことなのだろうか。論議に熱中するあまり失禁して、山形有朋の着物を濡らした逸話や、お稲荷様にお供えされた赤飯の盗み食い常習犯などの明石の奇行の数々、よくこれでパリやベルリンの社交界での諜報活動に支障をきたさなかったものだと不思議に思ってしまう。明石が諜報活動家として成功した最大の理由は相手に警戒されない風貌だったと言われている。それが故に信頼を得られやすかったというのだ。我々が考えるスパイのイメージとは全くかけ離れていたことは確かなようである。整理整頓や身なりについては無頓着で、一つのことに熱中し出すと周りのことを完全に忘れるという性格は終生変わらなかった。明石のズボラで奇想天外な話は枚挙にいとまがないが、以下のような話も残されている。まだに日露戦争が始まる前、欧州でパーティーに招かれた際、ドイツ軍人にフランス語でドイツ語ができるかと聞かれた明石は、とぼけてフランス語しかできませんと答えた。安心したドイツ軍人はロシアの軍人とドイツ語で軍事機密について話し始め、明石はまんまと情報を得ることに成功したという。明石自身は語学が堪能で、ドイツ語、フランス語、ロシア語、英語など複数の言語に通じていた。明石の活躍によってロシアは日本海海戦に敗れた段階で講和を余儀なくされる。ロシアは軍事的には十分に余力はあったが、国内の情勢不安が戦争を続行することを断念させたのだ。戦後は大将まで進み、台湾総督となってからの評判はまずまずだった。ロシアでの官庁活動で一晩中雨に濡れていても風邪一つひかなかったという明石の最後の言葉は、人間とは脆いもんだな、であった。そして1919年に脳卒中で死去。たった一人で帝政ロシアを揺さぶった大諜報家の死はあっけないものだった。日露戦争後の日本は、明石が行ったような情報戦の重要さをそこまで評価することはなく、明石自身もそこには少なからぬ不満を抱いていたとも言われている。明石は日露戦争時、後にソビエト連邦を打ち立てるレーニンと会見し、その活動を助けたのだとする発言を自身で言っているが、これには歴史研究者の間などからはそのような事実は確認できないとの指摘もなされている。日露戦争については野木マレスケ、東郷平八郎をはじめとする優秀な軍人たちがリードしたからこそ勝利できたことに疑いの余地はない。しかしその裏では、長期の艦船建造計画、日本を軽視していたロシア、直接的間接的な諸外国の支援、そしてスパイたちの活躍など、勝利のための様々な要素があったのである。それは明石元次郎がいなければ日本はロシアに負けていたと断言する歴史家もいるほどである。